第二節人格改造の理論荒屋敷演技20世紀の初頭オーストリアの精神医学者フロイトは催眠術から発想を得て人間には常に意識している表層心理と普段は意識されていない深層心理があることを発見し精神分析学という新しい心理学と精神医学の分野を開きましたこの流れはユングに受け継がれ さらに発展ししていきましたフロイトは「深層心理の在り方に最も影響力を持つのは性欲である」という学説を唱えました。これは人類を存続させている基本的な力は性欲であることから考えても説得力のある説と言えます。しかしフロイトの後継者であるユングは「深層心理には 人類が先祖から受け継いでいる集合的無意識と言われる意識が存在しこの集合的無意識が人間の行動に大きな影響力を持つと考えています集合的無意識の奥には各民族が信仰している神のような元型があるとしていますサイモントン療法で登場する内なる指導者は この集合的無意識の奥に潜んでいる人格的な神の元型といえます東洋の哲学である大乗仏教では深層心理の存在を既に7世紀頃に発見して理論化しさらに心の改造法まで修行法として完成していましたこれを有意識論といいます有意識論では心を8種類の意識に分類しています表層心理を 識耳し、話し、したし、みし、意識の6種類に、深層心理を、真なしき松田氏、アーラヤしき、おもねよりゆきやしの2種類に分類します。あーらやとは、日本語では蔵を意味し、おもねよりゆきやしとは暮らしと言われます。蔵という字のごとく、一切の存在が芽生え育つ元になる種子が蓄えられている場所を示しており、 精神分析学でいう深層心理に相当します。由意識論では、おり頼きや詩のありさまが、人間の心のあり方をすべて決めていると解きます。そして、おり頼きや死を変革する理論が仏教で、方法論が仏道、修行法であることになります。今日、仏教というと、葬式を連想しますが、本来の仏教は、 人格改造の方法論を解いていたのです。そして仏教の人格改造の方法論ががんの治療に結びついていくのです。大乗仏教の哲学である有意識論の解くところでは、己頼行や死を改造するにはどうしたらいいのかというと、要するに己頼行や死に対して常に正しいよいしをまけばよいと解きます。仏教では輪廻転生を考えるので、 おもねよりゆきやしの中には自分の子どもの頃の記憶ばかりではなく前世の記憶まで蓄えられていると説きますこのような考え方が非科学的であると思われる人は脳のどこかに生物が発生した時からずっと受け継いできた膨大な情報が細胞核の DNA に詰め込まれていると考えればよいでしょう心に正しい種をまくというのは プラスイメージの良い情報を、深層心理すなわち、もねよりゆきやしに送り続ければ良いということです。簡単に言えば、心に良い種をまく、すなわち良い思いを送り続けていれば、必ずいつか良い実がなるし、反対に、心に悪い種をまく、すなわち悪い思いを送り続けていれば、必ず悪い実がなるということを意味します。おもねよりゆきやしは、 膨大な量の記憶や情報を蓄えているので23日思いついたように良い情報を送っても目に見えた変化は起こりません。ですから人格を改造しようと思ったら長い間根気抑止に良い情報を送り続ける必要があります。